まずはケースゴリラ、今年新チームとして登録して優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日の激戦、逆転に次ぐ逆転、振り返っていかがですか？そうですね、やっぱりアジアリーグでもスターだった佐藤正志がやっぱりしっかり取らなきゃいけないところで取ってくれて、でキーパーの島崎さんが同点したところからしっかり守ってくれて、あとはみんながフォアチェック、バックチェック頑張ってなんとか優勝できたと思ってます。いや結構、敵の、フォワード陣も強かったと思うんですけど、シュートかなり打たれましたね。そうですね、最初失点が先行しちゃってまずいなと思ったんですけど、でも諦めないでよかったです。本当周りのチームのメンバーが本当すごい人ばっかりなんで、はい、頼もしかったです。ケースゴリラは昨年優勝した正規通商、組と、そして長谷川さんの、仲間と一緒になったっていう感じなんですけど、チーム自体もかなり、今シーズン良かったんじゃないですか？そうですね、最初は、まとまりなくてバラバラだったんですけど、途中練習入れたりとか、こういうところを動いてこういうふうにしてとかっていうことで、意思疎通しながらやっていって、最後こういう形でまとまって良かったです。今日後ろからやっぱりゴールキーパーとして見て、チームとしてどうでしたか？はい、やっぱり最後まで諦めない姿勢が良かったんじゃないですかね。ケースゴリラはこれで2022、釧路ビアリーグこれで最後になりますけども、2023年ビアリーグはあと5ヶ月後にはスタートしますので、ぜひ、来年も優勝を目指して頑張ってほしいと思います。皆さんお疲れ様でした。優勝おめでとうございます。